注目2回戦のコーナーです。週刊ギャンブルの和田です。はい、おちです。はい、コーナー名も新たに、はい、はい、まあ、ダービーも終わりまして、はい、早くも2回戦に突入とですな。早いもんですね、1年は、はい、はい、というところですが、まあ去年もね、開幕週からデビューした馬たちが、そうですね、ね、はい、阪神ではレッドリベール、はい、東京ではイスラモリ、はい、まあやっぱ早期デビューっていうのは、そうですね、一つのね、今やもうトレンド化してますからね。なるほど。まあ今年も東大でなかなか最初から頭数が揃いそうなんですけど、はい、はい、まあそういう意味でもこうイスラモリータが出た2日目の芝戦力ですか、東京、はい、まずはここに注目が集まるところなんですけれども、はい、どうでしょう、まあ決闘的にはね、国枝厩舎のハンマルティン、はい、そうですね、お母さんがディアデラノビア重賞3勝そしてオークスでも3着かな、うん、はい、した馬で、そうですね、まあなんといってもお父さんが新勝馬のハービンジャーということで、いろんな意味ですよ、注目は、ね、ですね、はい、はい、どうですか、そうですね、結構気象も前向きで、はい、走りも軽くてと、うん、意外と新馬向きなのかなという感じはしますね、うんうん、なるほど、うん、まあその他集めそうなのが、注目集めそうなのが、まあ、あとはウィン・エスパシオというのも感触が良くてね、ネオ・ユニバース3区ですけれども、こちらもビシビシと牧場時代から乗り込まれてここを目標にしていったと、それから武豊騎手が乗るプロの新山桜爆心を3区とかですかね。そうですね、うん、まあそのあたりね、はい、まあ、一応初日初っ端ということで、まあ、専用の方にも触れておきたいんですが、はい、こちら感触がいいのが、尾関厩舎のリミットブレイク、おばあちゃんが新興ラブリーということで桜爆心用散歩なんですけれども、まあ2週前の時点で調教最低7をマークしたことで非常にいい雰囲気に仕上がっております。それから誠脱走ね、水の厩舎、たまたま状況見たんですけど、素晴らしい動きでしたね、うん、はい、これもね、ビッグレッドファームの方で乗り込まれてきたようなので、仕上がりバイアでスピードと思われそうということで、はい、初戦から勝ち負けになるんじゃないかというところでした、はい、はい、一方阪神は初日に戦力があると、はい、まあ、去年は頭数が少なくてレッドリベル勝ったんですけれども、今年も菅井厩舎からこうスマートアローという、これはディープインパクト3個なんですけれども、武豊騎手でスタンバイしております。まあ、ちょっと稽古の時計だけ見ると、まだまだなんか成長の余地はあるのかなというところはあるんですけど、まあ、実戦タイプじゃないかというジャッジなので、はい、競馬に行ってどう変わるか、注目かなと。あとはですね、カシノハリウッドというのがカシノピカチュウの弟、が次男騎手、ほう、うん、です。それから、まあ、こちらも牧場で乗り込まれてきたというウィン・バニラスカイが、ファイト・ガリバーの一族ですね、この辺りが決闘的には注目かなという感じでしょうかね、はい、ちょっと乗ってきてください、はい、はい、まあ、そういうところで、まあ、今週からまた2歳戦が始まりますので、気持ちを新たに来年ダービーに向けて楽しんでいきましょう、はい、はい、ということでありがとうございました、はい。